いやー、寒いですね。寒い寒い。今日はですね、ちょっとね、この辺、なんかね、結構見てくれる人、動画結構見てくれる人ならね、気づいてないかな、この辺に、なんかね、一応これ箱がね、箱物がね、結構乗っかってるんですよ。結構ってね、7個しかないの。これね、ちょっと開けてみようかなと思うんですよね。この辺どうかな？これだいぶ前に買ったんだよな。ポケモンキッズの、君に決めた編？これ開けてみようかな。開けるのないしな。よし、これ開けてみよう。開けちゃおう。ね、ポケモンキッズね、これ開けちゃおう。開けます。開けます。おお、すげえ、ピカチュウ出た。サトシのピカチュウ出た。すげえ。すげえな。ピカチュウ。ピカチュウ率高いんだよな、最近な。ちなみにこれはね、サトシのピカチュウとホウオウでしょ？リザードン、バタフリー、ポッチャマ、ルカリオ、ガオガエン。最後何？ルガルガン？真夜中の姿。ね。1、2、3、4、5、6、7、8種類。8種類あってね。8分の1、ピカチュウ。よーし。調子出たとこで、こっちも開けちゃおうかな、これね。ポケモンキッズのサンムーンもね、これも開けちゃおうかな。これはね、こんな感じかな。ソルガレオ、コズモック、ピカチュウ、サトシのピカチュウ、ミミッキュー、ルガルガン。何これ、黄昏の姿？ウツロイド、シルバディ？全部で7種類だね。よーし、これも開けてみよう。開けてみようね。よし、開けちゃおう。なんでしょう。え？これピカチュウしか出ないの？あ、なるほどね。ああ、そういうことか。ここに書いてあるもんね、ピカチュウね。あ、これ俺ピカチュウ狙って買ってきたわ。あ、そうだそうだ。さっきのもそっか。ああ、ここに書いてあるもんね、サトシのピカチュウってね。ああ、そうだ、これ自分で選んで買ってきたんだ。忘れてた、忘れてた。ねえ、これが、サンムーン、サトシのピカチュウ10万ボルトバージョンっていうのをね、選んで買ってきたんだもんね、自分で。選んどいて忘れちゃったよ。寒いからね。全然関係ない。これも可愛いね、これね。ピカチュウね。可愛い。ねえ。じゃあまあね。全部開けちゃおうかな、これね。これ開けようかな、じゃあ。これね、100円ショップで買ったんだよな。ダイソーだよね、これね。100円ショップで買った、モンコレゲットってやつ？これもポケモンだよね。ね、これね。開けてみようね、これね。どんな感じなんだろう。100円だからね。中身も。うわ、すげえな、ちっちゃいな。ほら。箱の中のほんの一部にこれが。ね。何これ、球根かな？ロコンかな？ロコンかな？ロコンだね、多分。はい。ねえ、この箱に対して、この箱にこれだかも。なんかガムが1個入ってんだね。ちっちゃい、これ箱の無駄遣いだよ、これ。箱もっとちっちゃくてよかったよね。まあ、いっか。よし。あと、どれ、あ、そうだそうだ。そういえばあれだな。あれだ、あれ。
なんかすごい昔にっていうかちょっと前かな、妖怪消しゴムの、これ開封しますみたいな動画上げたことあるんですよ。その時のこれあんまりなんですけど、これも開けちゃおうかな。ね、これ妖怪、なんだ？妖怪消しゴム、レアは暗闇で光る。全5種類ね。キュービコマさん、ジバニャン、コマジロウ、オロチ、よし。これ3つ開けちゃおう。はい。開かない。はーい。ん？あれ？これ誰？ん？誰だ？ん？これどこに、どうなってんだこれ？ん？ああ、これか。これが顔か。わかりづらいな。オロチか。オロチわかりづらいけど、これなんか光りそうじゃない？でも暗闇で。暗闇作れねえかな？今昼間なんだよね。あ、でも光んなそうだね。あ、光んなそうだな。レアではないんだろうな。よしよし。あと2個。こっちも開けてみよう。はーい。え？なんで？同じなんだけどね。色が違うのもあんだね、これね。なんかこれ光りそうな気がするんだけどな。あと1個開けよう。よし、これも。ジバニャン。ジバニャンが。これなんか光んねえかな。光る気配ないもんね。普通のジバニャンなんだな。よくわかんないや。これぐらいにしとこうかな。いやーほんとね、何のまとまりもない動画でほんと申し訳ないっすよね。ただまあ、この辺にね、あったのをちょっと開けただけなんですけどね。ほんと最後まで見てくれて本当にありがとうございます。あ、そういえばこれ、かわいいでしょ、これ。ピカチュウ。これ。ねえ、これかわいいでしょ、ピカチュウ。ねえ、かわいいでしょ、これ。ねえ。